アダム・エム・ロサレスは、アメリカ合衆国入りのイ異ッ国軍、パークリッジ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。愛称はロジー。メキシコ系アメリカ人の家系に生まれ、メインサウス高等学校、西ミシガン大学と進学した。シンシナティレッツでの現役時代2005年の MLB ドラフト12巡目で、シンシナティレッツから指名され、6月9日に契約した。 2008年8月9日のヒューストンアストロズ戦で代打としてメジャー初出場。その後も負傷したジェリー・ヘアストン・ジュニアの代役として試合に出場した。2009年シーズンは参加のトリプル A 級ルイビル・バッツで開幕を迎えたが4月28日に故障者リスト入りしたエドウィンにエンカーナシオンに代わって昇格した。 オークランドアスレチックスでの現役時代2010年2月1日にアーロン・マイルズとのトレードでウィリー・タベラスと共にオークランドアスレチックスへ移籍した2013年7月31日にディーフとなった2013年8月2日にウェーバー工事を経てテキサス・レンジャーズへ移籍したが5日にディーフとなった8月8日にウェーバー工事を経て アスレチックスに復帰するが10日に再びディーフとなりネルソン・クルーズが禁止薬物使用で50試合出場停止となった影響で12日にウェーバー工事を経てレンジャーズが再びロサレスを獲得したそのためわずか10日間で3度もディーフを受ける形となった2014年3月30日にディーフとなり4月2日に マイナー契約で参加のトリプル a 級ラウンドロック、エクスプレスへ降格した。降格後はトリプル a 級ラウンドロックで72試合に出場し、6月30日に再びレンジャーズとメジャー契約を結んだ。この年は56試合に出場して打率、262、4本類打、19打点、4盗塁を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 2015年1月5日に、レンジャーズと90万ドルの1年契約で再契約した。5月9日のタンパベーレーズ戦では、2類走者だったアズドルバル・カブレラが2類への牽制に対してスライディングし、セーフとなったが、この際に2類以だったロサレスが膝で類を塞いでいたため、これに激行し、カブレラに胸を両手で押された。これに、 両軍層での一触即発の場面となったが事態が収まった後にベース上でロサレスがカブレラに謝罪しこと泣きを得た8月19日にリーフとなり23日に自由契約となった2016年1月1日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ4月3日にメジャー契約を結び開幕をメジャーで迎えたオフに FA となった 2017年1月25日にアスレチックスと1年契約を結んだ。2017年7月31日にジェファーソン・メヒアとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月1日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んで同年のスプリングトレーニングに招待選手として 参加することになったが、3月23日に自由契約となった。その後、3月27日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。シーズンでは参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズでプレイし、114試合に出場して打率、239、18本塁打、61打点、3盗塁を記録した。9月4日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは13試合に出場して打率2111本塁打2打点を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月8日にミネソタツインズとマイナー契約を結んで同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 3月22日に自由契約となったが3月28日に再びマイナー契約を結んだ。シーズンでは開幕から参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスでプレーした。2019年5月4日に金銭トレードでインディアンスへ移籍した。移籍後は AAA 級コロンバスでプレーし移籍前を含めた2球団合計で76試合に出場して打率。 2 1 7本類打26打点。1盗塁を記録した。オフの11月4日に FA となった。2019年11月5日にアスレチックス参加のマイナーのコーチへの就任が報じられた。星を除く内野の4ポジションと左翼も守ったことがあるように典型的なユーティリティプレイヤー。2015年6月26日のトロントブルージェイズ戦。 同年7月28日のニューヨークヤンキース戦では投手としても出場した。本塁打を打った後に全力疾走に近いスピードで塁を一周して帰ってくるのも特徴的だった。ありがとうございます。